全国高校女子野球選手権、神戸弘陵4対0高知中央23日決勝甲子園。第25回全国高校女子硬式野球選手権の決勝が、史上初めて甲子園で、男女同日開催で行われた。神戸弘陵、兵庫、が4対0で高知中央に勝利し、5年ぶり2度目の頂点に立った。北海道から鹿児島まで、各地から40チームが参加した大会。5校のみの出場で、都内で行われた97年第1回大会から24年。両校の選手たちが聖地のグラウンドに立ち、新たな歴史を刻んだ。甲子園の夜風に乗って、神戸弘陵ナインのイエーイ、というよく通る声が響いた。7回にし、島の愛智盛投手、3年、が先に抑えて終了。マウンドに、歓喜の輪ができた。89、野球、の番号を背負う島野はこれからも、高校野球女子にとって目指す場所が甲子園であり続けてほしいと願った。試合前には、メンバーとスタンドの控え選手がフェンス越しに大きな輪を作り、歌を歌って心を一つに。ベンチからの掛け声も、リズムはぴったり。この声出しや動きが、女子野球の特徴だ。神戸弘陵の小林芽生主将、3年、はめちゃくちゃ楽しめました。1回目として、この場所に立てたことは嬉しかった。相手へ、敬意の拍手を送った高知中央の宇治原真中主将、3年、も3年間を振り返ったら苦しいけど、忘れるくらい甲子園に出られて嬉しかったと話した。97年、5校の出場で始まった大会から24年。現在の加盟数は43チームに増えた。女子野球を甲子園での機運が高まり、昨年、日本高野連と全日本女子野球連盟、全国高等学校女子硬式野球連盟の3団体の意見交換会が初めて行われ、甲子園開催にこぎつけた。だが歴史的な一戦も、一歩目に過ぎない。男子部員に混じり高野連に所属する女子選手もいるが、危険防止の観点から公式戦には出場できない。女子野球連盟に所属する選手との扱いは、今後の課題でもある。今回出場した40チームのうち、ほとんどが私学。公立校にも普及が進むことで裾野は広がる。来年の甲子園開催も、まだ決定してはいない。野球人口の減少は、野球界が取り組むべき目下の課題。91年には、日本プロ野球協約から医学神を出ないものを認めないという条項が撤廃され、NPB でもプレーは可能だ。神戸弘陵の石原浩二監督、61、は、同校の男子野球部を率いて94、99年に選抜出場。22年ぶりの甲子園で3回、中二枚女子野球の扉が開いたんじゃないかと思う。女子野球の底辺が拡大して、盛り上がると思うと期待した。女子野球界が秘めているパワーが、花開く時だ。保坂京子。甲子園と女性08年選抜の甲子園練習で、加陵、山口、の高松かな子外野手、当時3年、が、女子部員として史上初めてユニフォーム姿で登場。ベンチでタイムキーパー役などを務め、試合ではスタンドから応援した。16年夏には大分のマネジャー手動桃名さん、当時3年、が練習を手伝ったが、大会関係者から制止され、グラウンドから出るよう指示を受けた。当時は出場校へ配布された手引きに練習補助員とボールボーイは男子部員に限るとの記載があった。女子が記録員としてベンチ入りが認められたのは、96年夏の甲子園。東地区、福岡、
の三井由香子さんをはじめ同課は9校の女子マネジャーがベンチ入りした。女性部長として初めてベンチ入りしたのは、95年夏の甲子園での柳川、福岡の香木久美子さん、当時39、だった。